今回はスペシャルゲストヘムエミリさんをお迎えして3回にわたってミニチュアフード作りを紹介していきます。今回は2回目となります。エミリさん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。前回は、ね、エビチリを作ったんですけども、はい、今回は、シューマイを作っていこうと思います、うん、はい、なんか前に1回作ったんですけど、はい、すごくやっぱ難しくて、うん、プロはどういうものを使ってやるのかが知りたくてリクエストしました。ありがとうございます、はい、今回いつもは普通に粘土でやってたんですけども、うん、今回もうちょっと質感が出しやすいように変えてみましたので、はい、はい、なんかね、不思議なものがもうすでに揃っているという、はい、まずこの、うん、これヤスリ、うん、はい、でこれ粘土を固めたものになります、はいはいはい、これを削っていきます、削る、はい、これよくチーズとかにしたりとか、うん、肉の塊に使ったりとか、本当ですね、チーズになりますね、なりますよね、まさかね、おろし金もこんな風に作られるとは。そうなんですよ。いやでもそういうの探すのも楽しくないですか、うん、楽しいですよね。私輪ゴムとかを結構なんかおつまみのシナチクに見立てて、本当だ、そう、なんか切ってラーメンの上に乗せたりしてました。いいですね、それ使います。作んなくて済む、そう、作んなくていいといいですよね。1個でもパーツ作りが大変ですからね。そうそうそう。では、はい、今削れたので、うん、これが粘土に水を混ぜて溶いたものになります、はい、うん、でこれに絵の具を入れていきたいんですが、うん、ふんわり焼き色、うん、椎茸ブラウン、うん、あとブラックをちょっと入れます。まずふんわり焼き色を近くに、黒は本当に少しじゃないと黒くなりすぎちゃうので、うん、あ、そうですよね、はい、黒って危険な、危険ですよね、うん、危険ですよね。せっかくうまくいってても最後に失敗しちゃうので、そうですよね。まず黄土色をちょっと取って、はい、うん、こんな感じで混ぜていきます。で次に茶色をもう少し取って混ぜていきます。あれ大丈夫です、ちょっと私薄いです、すみません、今日手元が狂います。薄めですよね、薄いです、ちょっと薄い、すみません、黒本当にちょっと入れてちょっと調整します。怖いな、黒、黒怖いです。いや、これ何作ってるんですか、ね、あ、そうですよね、どの全然どこに向けて私色作っていいかが確かに全く分かってないんですけど、今これ何、シューマイっていうのは分かるんですけど、これだ、はい、これ肉団子の部分、はい、そうです、そこの部分を作ってます。なるほど、あ、ここに色を近づけると、はい、あ、いいと思います。これぐらい、すごい色でベージュっぽいです、うん、いい色だと思います。そしたらこの削ったものを全部ここに入れます。全部ですね、はい、全部入れていきます。でそれを混ぜていきます。不思議だってこういうなんかパン粉みたいな雰囲気じゃないですもんね、うん、そうですよね、あの実際はなんか肉の質感が出やすいかな、ひき肉、そうそうそうです、なるほど、そうか、ひき肉を作るんだ、そうなんです、やっそうだ、してみました、やっと分かりましたよひき肉になってますねよかった、ひき肉になってます、なってます、いい感じ、はい、これ今ちょっとまだベトベトしてるんですけど、うん、ちょっと手の上でこう丸めて、はい、結構ベトッとしてますね、もうちょっとじゃあ削って入れてもいいかもしれない、あれですね、粉っぽさがあった方が丸くなるんですね、うん、はい、ります、そこ結構重要です、重要です、ね、これ2個にサイズ的にはこの、うん、これスケールなんですけど、はい、これの B のサイズ、おで、それを2個作ろうかなと思います、はい、とりあえず丸めて、はい、あ、来ましたね、あ、いい、来ましたね、いい感じです、来ました、でかいな全然 B より大きかったです入れて、はい、で出して、またちょっと丸っぽく、うんうん、で、新しい用紙で、うん、上の質感が欲しいので、どんどんどんと上だけで大丈夫です、これを2個、はい、2個です、すごい、なんかお肉に見えてきて
色ですかね、はい、いい色、色なのかな、うん、そしたらシューマイを皮で包んでいくんですけど、はい、この前にシューマイの皮が、うん、これですね、はい、ちっちゃい、なんか薄いのがまたありますけど、はいはい、これを1枚取ってもらって何なんですかこれは。これは粘土を薄く伸ばしたものになります。ここにボンドを、はい、はちょっとしましょう。じゃあちょっといただいていいですか。はい、すみません。これをまた新しい用紙で、はい、ボンドをここの表面に全体につけます。もう全体で、はい、全体に。なんとも細かい世界ですよ。ちょっと、うん、はい、はい、そしたらさっき作った肉をボコボコした方を上に、うん、で包んでいきます、はい、すごい。ちっちゃい、ちっちゃ、あ、上手。そしたら真ん中にまたボンドをつけてグリーンピースを、はい、なるほど、置いていきます。できました。できました。完成です。ちっちゃ、見えますかね。すごい、見えてる。もうすごい、ミクロの世界ですよ。できた、できた、美味しそう。なんかコロ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 してますけど、すごい、一応できましたね。よっこいぜ、すごいですね。本当のお料理に見えます。いいですね、うんうんうん、ビールとエビの大きさのなんかこのエビでかくないですか。ビールに対してのエビがもうなんか傘がすごいっていう、ね、どうでしたかシューマイは。いや、やっぱ私でもこれくらい細かい方が好きです。あ、そうなんですか。やっぱなんかこう、うん、失敗と隣り合わせくらいの包むとか、うん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 、でもそうが楽しいですよね。楽しいです。できた瞬間の嬉しさみたいなのがね、うん、やっぱありますから。よかったです、満足していただけた。私がミニチュアを始めたきっかけがエミリさんなんですよ。それが、どういうことなんですか。どういうことなんですか。多分私この3つですね、これだったと思うんですけど、これが人生を変えた3つです。はい、本当にそうです。紙粘土なんですか。あ、これ紙粘土ですね。結構なんか軽い感じなんですけど、うん、ね、はい、中のスープはどうして。これはなんか泡立っちゃったんだけど、うん、なんか透明のその頃なんか売ってたやつがあって、うん、ミニチュア用ではなかったと思うんですよね、うん、でこれを使えばおつゆが作れますみたいなので、あったんですね。そう、それで作ったけどすごい泡立ってチェって思ったやつ。そんなことそれに感動しました。私がチェって思ってた。本当に感動してくれた人がいたっていう。はい、こう細かいものを自分でやってみようってなんで思ったんでしょう、ね。なんか作りたいって思ったんですよね。で作ってみたらすごくそのなんだかストレス発散になったっていう。あります。シーンとした中で、ね、さっき作ってる時もあったけど、うんうん、瞬間が。こうシーンとする感じあるじゃないですか、うんうん、あります。で何も別に考えなくていい、うんうんうん、これがプラスになることではないじゃないですか。そうですね、別にマイナスにもならないけど、はい、うん、誰かのためにやってるわけでもないし、うんうん、そのものに対してこう集中して時間を使ってるっていう贅沢っていうのもあったりして、うんうん、私の中にはで見て自分が勝手に可愛いって思って終わるっていうこの儚い世界。それをこうなんか人が見てくれて可愛いって言ってくれたらね、より一層嬉しいですもんね。もうなんかネギ可愛いって言ってくれた時に、いや、やっぱそういうことだよねって思いますもん。そうですよね。そう、周りにいましたか。その全然いなかったですよね。だからなんか一瞬は言うんですよ、見て、いや、なんか一緒に作りたいとか言うんですけど、絶対作らないですよね。絶対一緒に作らないんですよ。本当に作りたかったら言ってくるんですよ。でも全く言ってきてくれないから、あ、やっぱ作りたくなかったんだろうなと思って、
仲間増えずです。そうです、私も佐賀教会を立ち上げたんですよ、うん、仲間がいなくて。そっか、なんか誰かと分かち合いたいなって思って。分かります。そうですよね、なかなかいないですよね。そうだから、なんかこれ作ってた当時、うん、あのなんかこれ使えるんじゃないかなとか、うんうんうん、そういうのを語れる人が誰も周りにいなくて、なんか一回言ったらふーんみたいな空気になるじゃないですか。寂しいですもんね。そうなんですよ。あと好きっていうのもちょっと言えなかったです。あ、なんか変な人。わかります、わかりますか。オタク感、そうそうそう、オタク感出ますもんね。そうです、そうです。いや、そしたらだからインスタ見てて周りの人もいっぱい作ってるじゃないですか。そうそう、え、世の中にこんなにミニチュア作ってる人いるんだ、よかったと思って。思いますよね。そう、もうめちゃくちゃ嬉しかったですね、あのインスタの皆さんの作品を見るのが。インスタが流行りだして、うん、なんかみんなミニチュア好きなことを言えるようになったような気もします。確かに、うん、アミーバじゃちょっとまだ言いづらいみたいなね、あのブログの時代は。そうですよね、そうですよね。そうですね、自分のちょっと趣味、ちっちゃな趣味って感じですよね、はい、確かにインスタっていうのができてからすごく、うんうん、伝えやすくもなったし、いやもうあのリールとかで作ってらっしゃる動画とか、うん、いやもう感動って、上げるやつとか、チーンってやったら焼けて出てくるとか、はい、もう娘とかわいいってもうずっとえ、そうなんですか、はい、嬉しい。もうそんなんですよ。嬉しい。いやなんか不思議ですよね、見ちゃって。普通の料理の手順を作ってるんですけど、 それがちっちゃいってだけですごい可愛くて、こんなに興奮するのかっていうね。本当にそれを分かち合えるのが嬉しいです。すごい分かります、ね、だからあんなもう絵の具の、ね、うん、色のセットとか作ってくれてありがとうと思いますし、いやそんなもう、いやもう素晴らしいですよ、これをお仕事になって。いや、エミリさんがいなかったらしてないです。でもそこはもう忘れないでほしい。理事長としてお願いします。雇ってください。お願いしたいです。そのちっちゃい時から作ることとか好きで、うん、今もお洋服、こちらもご自分のですよね。はい、それを見ていて、うん、全部、ね、センスがすごいと思ったんですよ。いや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 、あの器もすごいこだわってますし、お料理もですし、うん、写真もですし、うんうん、あのインスタを見ていて、はい、なんでこんなにセンスが溢れててるの。いや全然そんなことないないですよ。すごい、そんなセンスなんて。いやすごいですよ。何もないです。お洋服もシンプルなんですけど、はい、すごくおしゃれな感じでと思っていて、なんかこだわりってあるんですか。センスとかどうとかも全くないですけど、うん、洋服でもやっぱ生地とかボタンとかが好きなんですよ。で一番楽しい瞬間って、うん、その生地を持ってきてもらっていっぱい、うん、それを触って可愛い生地見つけた時にうわーって盛り上がって、これでこうこんなお洋服作ったら可愛いだろうなって、それが出来上がった時の幸せみたいな。だから最初はファッションが好きっていうのから始まったんですけど、うんうん、あのだから私のおじいちゃん、うん、おばあちゃんがお洋服の仕事をやってた人なんで、やっぱなんかそういうのの血が騒ぐんだと思うんですけど、うんうん、で細かくなんかこう作ったりとか、うん、考えたりすることが好きなんだと思います。今日も作ってるの見て思いました、うんうん、細かいのすごく楽しそうで、そうもう大好き。人によってはもう嫌だっていうところをすごく細かくやっていたの で、そう結構そういうのが多分好きだから、うん、どっちかっていうと裏作業の方が好きな人なんで、うん、そうなんですか。そうそうそう、だからそういうのもインスタとかも多分そういうのを作ってってるのが楽しいんだと思います。そういう写真を並べてってとか、うんうんうん、写真を撮るのもそうだし、そう料理に関してはもう簡単なもの。え本当ですか。そんなことないと思います。いやいや簡単なものをとにかく器でよく見せる。えそんなことないです。本当そうですって。本当そうですよ。すごい美味しそうです。いやいやいや、それもあの画質です。画質のもうあれですから。そうです。すっごいお料理も凝っていて、で全然凝ってないですよ。いやどんな生活をしてる。お家も綺麗で。お家綺麗に見えるだけです。ほこりだらけです。そんなことない。映ってないだけです。もうほっこりだらけです。すごいこの毎日の生活がすごく丁寧に一個ずつ生きているんだろうなと、はい、いやもうあれですよ、雑なとこもいっぱいあるんですよ。もうそれはもうそこなかなかインスタで見せないだけです。
いっぱいあります、そういう部分。本当ですか、はい、そこ端折ってるだけそうそう。いやでもあのインスタを見て、あゆみりさんの生活憧れるって人いると思います、いっぱい。いやもう皆さんとほぼほぼ一緒のそんな、全然そんな汚れてる時は汚れてますし、だってもう、もう子供が散らかした時は散らかってますし、あワンちゃんも、ワンちゃんも、ワンちゃんもが来たからよりもうはちゃめちゃになりますし。かわいい。私いつか中華のテーブル作るのが夢なんです。担当者の方、担当者を呼んでみんなでテーブルから、おおやばい、かわいい今回はシューマイを作ったんですが、他の動画では他のミニチュアフードも作っていますので、ぜひご覧ください。ぜひご覧ください。ありがとうございました。